上面にあった名古屋鉄道の駅である、岐阜市内線と伊比線の接続駅であり、岐阜市内線の終点及び伊比線の起点駅であった。当駅はまず、伊比線の前身である、北京弁鉄道北方線の駅として九百十四年に開業した。北京弁鉄道はその七年後の九百二十一年には、岐阜市内線の前身である、美の電気軌道に吸収され、 北方線も美の電気軌道の路線となったが、北方線は同社の他の路線からは孤立していた。そのため1925年には岐阜市街地から市内線が順次延伸されてきた。ただ延伸されたのは中節橋の南の中節橋駅までで、当駅との間は橋を徒歩で渡る必要があった。戦時中の昭和10年代に駅舎は休止や移転を経験する。 この期間に新築された二代目の駅舎のデザインは、下厳寺をモチーフにしていたとされる。戦後の1948年には、中節橋が架け替えられて、岐阜市内線が長良川を越えてきたが、この時は、中節橋駅が移転したのみであった。岐阜市内線が、中節橋駅から東駅まで延伸したのは1953年7月1日のことであるが、岐阜市内線の駅は、 伊比線の従来駅の位置とは異なる場所に設けられた。これは、早田の土地区画整理事業によるものであり、開業当初は駅舎もなく、森土で作られたホームがあるだけだった。この翌年に、伊比線は、金の島駅等駅間の線路を移設することで、岐阜市内線の駅に接続、両路線の中節駅は統合されて、相互に連絡するようになった。百六十七年からは、 岐阜市内線と伊比線が直通運転を実施するようになり、その5年後には駅ビルも開業するなど、当駅はターミナル駅としての性格を有していたが、2005年4月1日に岐阜市内線と伊比線が全線廃止されたことにより、廃駅となった。島式、相対式3面4線のホームを持つ有人駅であった。2線は岐阜市内線、伊比線直通用、2線は 伊ビ線内内折り返しよう。廃止直前は、岐阜市内線との直通列車がほとんどであったため、伊ビ線、折り返しホームはほとんど使われなかった。廃線の数年前までは、名鉄パレ中節店を中心とした4階建ての駅ビルを併設していたが、老朽化に加え名鉄パレが閉店したため、取り壊された。4番線へは、構内踏切を使って行き来できた。改札外には、 古戦橋があった。自動券売機や自動改札機は設置されていなかった。安ドン式の発車表も設置されていた。夜間大白の設定駅であり、23時15分から5時頃まで6時間ほど車両留置の設定があった。名古屋鉄道伊び線急行中節駅しりげいぎ、普通中節駅金の島駅岐阜市内線急行、普通早田駅中節駅。 AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岐阜のちん、電車、岐阜市内線と美野町、伊比、谷組線の85年、保存版。国立国会図書館サーチ。郷土出版社。2021年2月11日閲覧。ABCDFGHIJK。 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、218から230ページ。ISBN4 から876700974。87 ABCD 川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、124から126ページ。 ISBN4 から794207964。ABCDEFG 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。ABC、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社。 1997年、119から121ページ。ISBN4 から876700974。日本鉄道旅行地図帳追加、定保、一覧7号、東海。鉄道フォーラム。2016年6月11日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年、1032ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、1058ページ。山中、岐阜市北部に、中節フランテ館オープン。日本食料新聞。宮脇俊三、原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年。 ISBN 978から40億9395万4112ありがとうございます。